監視分娩は補助形質分娩の手法である。現在用いられている参加監視は左右の二様に分解可能である。その形状の要素は、取って、接合部、監視柄、監視サジとこれらの複合が構成する、地頭腕曲及び骨盤腕曲である。俗に、サジ先端をつま先、またはチップ、サジと柄の移行部をかかとと,と呼ぶ。 形状要素の相違により、個々の監視は特徴付けられ、それぞれ異なる使用目的に適合する。酸化監視の構造比較的大きな児童湾曲と軸牽引可能な骨盤湾曲を持つタイプである。エリオット監視はイングリッシュロック式であるが、日本国内ではフレンチロック式のネーゲレ監視が普及している。監視サジがムマドのタッカーマクレーン監視もよく用いられる。 シンプソン監視は比較的小さな自動湾曲と軸牽引可能な骨盤湾曲を持つ。イングリッシュロックと平行な監視柄が特徴的である。分娩声援などによる OK 自動への装着を想定している。小さい骨盤湾曲とスライディングロックを特徴とする。回線以上の修正に好んで用いられる。骨盤異分娩において、 後続自童弁室に用いられる特殊型の監視である。適応は明らかな胎児機能不全などにより、急速追弁が必要となった場合に適応となる。微弱腎痛、回線異常、無痛分娩、母体疲労の場合に適応となる。ようやく近畿身長に実施時童加高度による分類、プジサクストローフの主義監視分娩の、利点監視分娩の欠点監視分娩は、 吸引分娩よりも牽引力が大きく、回線以上にも対応できるため、吸引分娩では、不可能な形質分娩を完遂することができる。逆にこのことが欠点と関連しているが、吸引分娩と監視分娩は、適応範囲が相当ではなく、自動加工が注意以上、回線以上など、より困難な分娩に、監視分娩が選択された結果とも考えられる。後ろ向きに結果を見て、 監視分娩の方が危険だと結論することはできない。危険な補助系質分娩は、吸引分娩であれ監視分娩であれ同様に危険なのであり、そのような状況では、低王切開を考慮する。注意以上の監視分娩では、母児の合併症頻度が上昇するため、注意監視は慎重に適応を考慮する。帝王切開が比較的安全に施行できるようになったため、高位監視は、 現在の医療状況下では原則として行われない。実態は不明であるが、日本国内では、監視分娩を実践している医療機関は次第に少なくなり、補助系質分娩の手段としては吸引分娩が選択される場合が多くなっている。理由としては、以下が考えられる。前日の通り、監視分娩が吸引分娩よりも危険というのは誤りであるが、医学的判断と、 司法判断は別物である。結果として、母児の損傷が起きた場合には、法廷において、因果関係を問われる可能性があるため、特に十分な経験のない医師の場合には、監視分娩を行わないという選択があり得る。監視分娩主義の習得のためには、指導医の下での多くの経験が必要であるが、監視分娩を行っている医療機関自体が少ない、指導体制が整備されていない。 そもそも指導医がいないなどの理由で若手医師がトレーニングを受ける機会が次第に少なくなっている。指導者が育たないため監視分娩がますます減少するという悪循環に陥っている。ありがとうございます。